はい、こんにちは、3月今日19日です。昨日はね、18日、ガイドで昨日も出てて、昨日は、まあ、ほぼ1日お客さんの希望で、まあ、ビッグベイト縛りで、まあ、1日このガンタレルとかあとはダウツスイマーを使って、まあ、ビッグベイトゲームを、まあ、メインに昨日組み立ててガイドしてたんですけど、結構ねバスはシャローに刺してて一気にこうわらわらっとは出てくるんですけど、こういうビッグベイト系の釣りっていうのは、沖にこうボートポジションを沖に取って沖に向かってこう逃がしてくると、どうしてもチェイスだけで終わっちゃって、こう食うバスが食おうっていうスイッチなかなか入りにくくて、まあ、その辺ちょっと僕のボートポジションのちょっとまずさもあって昨日食わせきれなくて、バスの反応を見ててもこうゆっくりこう巻いてくるとじわーっと出てきて、ずっと後ろ追尾はしてくるんですけど、この S 字形がこう沖にこうガッて頭を振って沖に向かってこう泳ごうとする瞬間、なんかバスがもうやめちゃうみたいな感じで、逆に岸の方に頭がふーって向いていくとバスはスッて寄ってはいくんですけど、その後流れに押されてこれがまた沖にこう向かっちゃうとやめる、それの繰り返し、すごい歯がゆい感じで昨日終わっちゃって、まあ、あれ食わそうと思うと本当にボートポジションとか、まあ、おかっぱりとかで岸ベタベタに向かって岸の方に向かってこれを S でこう泳がして逃がしてくると多分バスストライクするんじゃないかなっていう印象を受けました。あと思ったのが、昨日ずっとデッドスローですごいスローにやってたんですよね、これを。で、まあ、そういう時ってバスの動きもすごくスローなまま出てきて、結構スイッチ入れどころ難しいんですよね。ジャーク入れたところでそのスピード遅いまま出てきてるんで、同じ調子でフッと反応するんですけど食い切らないみたいな。で思ったのがスピードが多分必要なんだろうって思って、最初のチェイスさせるときにある程度スピードつけて追わしていくと、何かこうきっかけがあったときに一気にスイッチ入るんじゃないかな。それで、今日やろうと思ったのが、まあ、もちろんビッグベイト系のパターンもちょっと継続してちょっと試そうと思ってるんですけど、昨日思ってたのがジャークベイトのパターン、ジャークベイトのパターンとかも多分昨日ハマってたと思うんですけど、あんまやってないんですよね。で、まあ、リレンジで今日はちょっとチェックしてみて、これもシャローで速いスピードでジャーク入れて止めてっていうのを繰り返しで反応するのがいないかなっていうのをやってみようと思うのと、あともう一つ、これから春といえばの TN60 バイブレーションですね。これもう春の典型的パターンで、も結構シャローに乗っかってきて結構サスペンドしてるんですよね、浅いところ で。そういうやつ食わすのって結構難しくて、どうやって食わそうかなってなったら、もう速いバイブレーションのスピードでリアクションで食わせちゃうみたいな。それじゃあやってみましょう。
風バイブ。3号機やっちゃおう。よっしゃ。はい。行ったね。はい、来たー。食い方した。がっぷり。刺してますね。はい。これは今日は、ね、バイブレーションパターン。よいしょ。DN60。はい。こういうシャローフラットのね、5機のブレイク。DN60 を早巻きしてきて、ドンと当てて。バンって跳ねた瞬間に抑え込みましょう。そういう感じです。リアクション系の釣り、スピードをつけて食わすって感じで、もう多分ね、ほんとシャローの1個手前にいっぱいバスさしてるんですけど、僕全然口使わないんで、もうそういうところをじっくり丁寧にライトリグできっちりやるか、もうこういう速い釣り、思いっきりスピードのでリアクションでバンと口を使わすかって感じです。確実に季節は春に向かっております。寒い寒い、めちゃくちゃ追いかけてきた今。最初完全にテンション抜けて、それからすね、浅いとこ、だいぶ進んでますの方がだいぶ冷静にルアーをこれ食えるか食えないかというのを判断しているような気がします。はい。で TN60 を使ったもうスピードで食わしちゃうリアクションバイトですね。それでまあマスは確実にスポーニング前の段階でシャローフラット沖の何かとかについている状況だと思います。まあ、そういうやつをもうリアクションで狙っていくか、まあ、そういうきちっとしたピンが分かっているのであればそこをライトリグでやるかっていう感じだと思います。まあ、もちろんビッグベイトのパターン、ジャックベイト、スイムベイトのパターンもまだまだ状況次第でハマる日だと思います。まあ、そろそろクランクとかもいいかもしれないですね。これで今日雨が降ってるんで、雨がたくさん降って濁りが入ればクランクベイトのこれがどんどん有効になると思いますので、ぜひ試してください。はい、ご視聴ありがとうございました。